全国高校サッカーで優勝した岡山学芸館高校サッカー部と、去年暮れの M1 グランプリで優勝した岡山出身のウエストランドが、岡山市東区の西大寺地区で優勝パレードに臨みました。岡山を盛り上げた2組を祝う声が飛び交います。岡山県出身のお笑いタレントウエストランドと、学芸館高校サッカー部がおよそ500メートルを凱旋し、それぞれ大会の優勝を報告しました。いや、こんなに歓迎してくれると本当に思わなかったんで、嬉しい限りですし、まあ微力ながら我々もちょっとこう恩返しとか、岡山を盛り上げるのに一役買えたらなっていうふうには思いますね。ですって。お前も考えろなんか。その後2組は3年ぶりとなる西大寺観音院の節分祭の豆まきにも参加し、参拝者のもとに福を届けました。この節分節目に何か新しいことを始めたりとか、気持ちを切り替えるチャンスにしていただきたいなと。明るいムードに包まれた西大寺観音院では、今月18日に西大寺会陽が行われます。